格闘技ファンの皆様、ようこそワールドファイティングへ。今回のワールドファイティングは、女子格闘技スマックガールの2006年第1弾大会となります 2.15 後楽園ホール大会の模様、さらにはですね、試合の合間には、空手界のアイドル小林由香選手の特集と内容を盛りだくさんでお届けしてまいります。さあでは早速、今回のスタジオをご紹介してまいりましょう。解説はおなじみフリーライターの松本幸男さんです。よろしくお願いします。2006年も女子格闘技を盛り上げていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして今回ゲスト解説にはこの方を迎えしております。今回もイチゴ選手の戦いを控えた格闘ジャンヌダルク渡辺久江選手です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。渡辺選手、はい、振り返ってみると2006年っていうのは非常にこういろんなことを経験した年でしたよね。はい、2005年ですね。2005年ですね。そうですよね。でそれがあって2006年、はい、どんな年にしたいんでしょうかね。もう私そうですね、女子格闘技を盛り上げていくっていうことについてですね、うん、私がこうどれだけ強くなっていくかにもかかってると思うんですよ、うん、勝手にそう思い込んでるので。いやでもそれが一発目がもう試合ですもんね、いきなり第1回大会から。そうですね、はい、だから今年はもう自分のスタイルと自分が強くなることっていうのをもうそこだけを見て思いっきり突き進んでいきたいなと思います。いろいろデゲートもされてるみたいですね。はい、いろんな経験をして成長します。はい、後ほどそのあたりもじっくり伺っていきます。はい、さあ松本さん、はい、今回の大会なんですがどうでしょう、テーマとしてはどんなところがありますか。そうですね、本当に2006年年明け第一戦ということで、さまざまなこう広がりを持たせるというか、いろんな見てる側にいろんな可能性をこう感じさせてくれるようなバラエティ豊かなカードが揃ったんですね。はいはいはい、でその中でもやっぱりメインイベントの、藪下めぐみ選手が現在持っているスマックガール無差別級の、ベルトを今回初防衛戦なんですけれども、いかにこう、まあ強さを見せて防衛するかっていうところポイントですよね。でもう一つ、今回渡辺久江選手がいちご選手っていうスマックガールのこう人気者のお二人がいよいよ満を持してこう対決すると。これはもう長年スマックガールを 見てきたお客さんには本当にもう楽しみなカードですね。プロフェッショナルって言われるこうなんていうかな、こう発信の仕方は違うかもしれませんけど非常にプロフェッショナルなお二人なんで、それ戦いの前にもですね渡辺選手にじっくりと、はい、イチゴ選手の印象なんかも伺ってから、ご紹介したいと思います。最強ハリケーン2006年初上陸ウィンディー・トモミ、韓流柔道殺法炸裂なるか、チャ・ソンジン。 SGS 公式ルール 56kg 契約5分2ラウンドウィンディー・トモミ VS チャ・ソンジン。スマックガール2006年第1弾大会となります 2.15 後楽園ホール大会、今回サブタイトルには女神降臨とあります。ワールドファイティング、番組の最初にご紹介するのがウィンディー・トモミ対韓国のチャ・ソンジンの一戦です。最強ハリケーンとありました、まさにハリケーンを思わせる怒涛のパンチキックのラッシュ、キックボクシング出身のストライカーウィンディー・トモミです。パンクラスイズム所属となっています。ここでスマックガールの主な公式ルールをご紹介します。ご覧のようになっています。しかし一番の注目が上から2番目グラウンド状態の攻防は30秒間です。この30秒間の間に決めるか、そして30秒経過して脱出できるか、これが一つ大きなポイントになります。この戦いは SGS 公式ルール 56kg 契約5分2ラウンド制、今第1ラウンド始まりました。さあ松本さん、はい、ウィンディー選手の対戦相手、これ韓国の選手ですね。そうですね、柔道がベースになっている選手らしいんですけれども、はい、そんなに情報は入ってきてないんですけれども、この、はい、まず試合の前から総合の、練習はやっているようですね。はい、そんなに見ててあんまり怖がってる様子ないんですよね。しかしパンチの回転がいいのはやはりウィンディー・トモミ。渡辺選手は、もちろん試合控えていたのでこの試合ご覧になってないでしょうけれども、ウィンディー選手の印象っていうのはどうなんでしょう。やっぱ最強ですか、最も怖いという例えばこういう番組とかでも最初にこうオープニングに使われることが多いんですよね。もうつかみとしてはもうバッチリですよ ね。なんていうんだろ う、 こう迫力とこうオーラがやっぱり他の選手よりもこう引いて、もう抜きに出てる部分がすごくあるので、はあ、そういう意味ではもう私の友達も結構見に来たんですけど、男の子たちも釘付けだったようです。ああそうですか、はい、
なんていうか本当に倒してやろうっていうのがものすごく伝わり言いますからね。そうですね。で回転もやっぱり速かったりとか、こんだけこうどっしりとした試合ができる選手って他になかなかいないと思うので、うん、さあ一旦距離を取りました。ここまでも確実に打撃の高さ、ここでミルパンチ、足を捉えたまま右のストレート、まあ、グラウンドの展開もあるんですが、ここはあえて組みつこうとはしません。ウィンディともみ、松本さん、このウィンディ選手も、まあ、去年もホームリングのこうファンクラスのリングでも戦いありましたし、スマックガールも含めて非常に調子良かったみたいですね。そうですね、あの去年の6月に負けがで手術をした後に復帰したんですけれども、はい、それからもう負けなしなんですよね、うん、本人 もう絶好調って言ってますから、うん、そうですか、はい、本当にね、ウィンディトム選手ってその、まあ、女子格闘技って、まあ、強くて美しいってあるじゃないですか、うん、そこにプラス怖いっていう要素を持ち込んだっていう点では、ね、本当にあれですよね、うん、代表する選手ですし、女子格闘技をまあ引っ張っても行ってもらいたい選手ですよね、うん、まあ、この状態から30秒経過を待つという先ほどのシーンでした、まあ、無理に組みつこうとはしません。膝のあたりからそれを下をダメージを与えていこうというウィンディともみ、下が韓国のチャ・ソンジン、キム・ジョンワン選手の元でトレーニングしているという女子格闘家です。上から踏みつけていきます。キム・ジョンワンは以前パンクラスのリングも何度も上がっていた常連選手でした。松本さん、ちょっと失礼かもしれませんけど、このチャ・ソンジン選手が大井達選手のコスチュームに、あの、ね、なんとなくあのプロレスラーのオーラがたたずまいがあるんですよね、だからその初なんかちょっといあれですよ、ちょっと体つきもこうグッドシェイプっていうよりもこうプロレスラー的な大きな体ですもんね。あ、そうですね、プロっぽいんですよね、はいはい、膝を入れていきます。あの女子プロレスの関係者の方もこう見に来てたんですけど、はあ、ちょっと注目してました、ね、そうですか、はい、左のローキック、渡辺選手、まあ、同じこうキックボクシング打撃出身の総合格闘家っていう意味で、はい、やっぱり渡辺選手とは違う部分っていうのはたくさんありますか。戦いのスタイル、作り方というか、話したりとか、まあ、する時とかにやっぱりこう総合格闘家としてこうなんていうの、成長したいよねっていう話とかをするんですけど、お互いなんかいろんなことをやりたい感じはあるんですよね、実際に。でも絶対に打撃がメインだしっていう部分でよく話してるんですけど、あのウィンディ選手ってすごくテクニックがある選手で、はい、あっとここはもう試合できませんか。膝ですよね。でしたね。膝が綺麗に入ったと、あ、もうちょっと気持ちを折ったっていうぐらいの最後の膝だったんでしょうか、はい、相当綺麗に入ったんだと思います。あそこまで打撃入ったんで、うん、松本さん相当もう打撃自体もらってましたしね。そうですね、はい、そんなに顔には見せなかったですけど、うん、やっぱり怖さのオーラにやられてしまったんでしょう。そうですね、まさに掴みは OK でした。ウィンディ・トモミ1ラウンド3分47秒、テクニカルノックアウトで勝利です。